2005年日本国際博覧会は2005年3月25日から同年9月25日まで長くて会場及び瀬戸会場の2会場で開催された博覧会である。21世紀最初の国際博覧会であり、日本では1970年に開催された大阪万博以来の2回目の総合的なテーマを取り扱う大規模な国際博覧会となった。 略称は、博覧会協会が定めた正式な愛称として、愛、地球博があるほか、開催地の中から、愛知万博とも呼ばれる。英語愛称は、エキスポ2005愛知、ジャパン。1997年に、モナコで開かれた、博覧会国際事務局総会で、カナダのカルガリーを破り、開催地に選ばれた。自然の英知をメインテーマに、地球大交流をコンセプトに、 日本の万博史上最多の120を超える国々が参加して開催された。会場は長久手町、豊田市と瀬戸市にまたがる名古屋東部丘陵。愛知青少年公園跡地の長久手会場は起伏に富んだ地形で改変を最小限にとどめるために空中回路グローバルループで一つで結ばれた。グローバルループを歩いて一周すれば、 会場全体を見渡せながら世界のパビリオンを巡ることができた。会場中心にはテーマ館であるグローバルハウスがあり、呼び物の一つ、冷凍マンモスが展示されていた。その他に日本ゾーン、市民参加ゾーン、国内企業ゾーンや森林体験ゾーンなどがあった。セット会場は里山の自然が残る緑豊かな会場で愛、地球博のシンボル的な場所であった。 また、会場までの足には、常設路線としては、日本初の次期浮上式リニアモーターカーとなるリニモが走り、話題となった。1988年から構想され、1994年に愛知県から示された最初の基本構想のテーマは、技術、文化、交流、新しい地球創造であり、会場は大阪万博の約2倍の、 約650ヘクタール、予想入場者数は4000万人、跡地構想は愛知学術研究開発ゾーンと新住宅市街地開発事業となっていた。その後、環境への配慮から海上候補地である海上地区の自然環境破壊に対して批判がなされ、1996年に新しい地球創造、自然の英知として、 会場面積は540ヘクタールに縮小し、予想入場者数も2500万人に減少させ、ビエに立候補申請し、1997年ビエ、総会で投票により、開催地に決まった。その後、1999年、当初メイン会場として計画されていた、会場地区に大高の映像が発見された。2000年2月、ビエは、 自然の英知というテーマを掲げながらも、新しい地球創造として、会場の跡地利用として、宅地造成の新住宅市街地開発事業や道路建設をセットで実施することについて、万博を隠れみのにした土地開発事業と会場計画を批判し、全面見直しを強く求めた。その後、生態系を尊重する市民団体などの要望を受け入れ、2000年5月に、 メイン会場を愛知青少年公園に変更し、万博のテーマを自然の英知と変更し、より環境問題と市民参加を全面に打ち出すこととなった。変更後の会場である愛知青少年公園に残っていた自然を生かし、その自然自体も展示の目玉となった。一方で外国パビリオンについては、これまでの万博のような各国が、 個性的な建築物でアピールすることとは異なり、万博協会が企画建築物をグランドや遊具だったところなど樹木の少ない区画に建設し、参加国はモジュールの外装や内装のみで個性を発揮するという形をとった。その結果、コンパクトで少資源な環境配慮型の会場構成が実現できた。加えて開催前の会場構成。 パビリオン企画の段階から市民が積極的に参加、ボランティアセンターを設立した会場運営、周辺地域でのサポートを行うと、開催前から開催中、閉幕後にかけて市民や NGO や NPO などが積極的に参加した。現行の国際博覧会条約への改正後発で、かつ21世紀最初の博覧会である。 20世紀までの開発型、国威発揚型が中心だった国際博覧会から21世紀の新しい博覧会の形である人類共通の課題の解決策を提示する理念、提唱型の万博に変容を遂げた博覧会として国際博覧会事務局及び日本政府は位置づけている。万博の出展国の評価を行う報奨制度が 1958年のブリュッセル万博以来、ほぼ半世紀ぶりに復活した。万博の質の向上を目指す博覧会、国際事務局の求めに応じて、博覧会協会が制定した。愛知万博に出展している外国館のデザインや展示内容を審査し、金、銀、銅の各賞を贈るもので、賞の名称は自然の英知賞。 計画では総事業費は1900億円と見積もられたが、実績としては総事業費は2085億円となった。なお、会場建設費については、国庫補助金、関係地方公共団体補助金、民間投資金が1、1、1の割合で負担し、運営費については、適正な入場料収入や営業権利金収入等で全てを賄うことが合意された。結果、 目標を大きく上回る入場者数とキャラクターグッズの売り上げにより最終的に129億円の黒字を計上している。2 0 0 9年9月16日から25日には閉幕1周年記念事業として各種シンポジウムやイベントが開催された。以後、毎年開幕閉幕の周年行事が行われている。Wikimedia Commons にはパビリオンに関するカテゴリーがあります。 人と自然が、いかに共存していくか、というテーマを掲げた上で、環境万博を目指した。サブテーマとしては、下記の3つを掲げ、総合的な博覧会を施行した。宇宙、生命と情報人生の技と知恵循環型社会博覧会、イベントコンセプト、地球大交流公式テーマ局のプロデューサーに、X ジャパンの吉木が就任した。また、地元、 愛知県にゆかりの歌手が集まって、この博覧会のイメージソングである、シャンソン、ブラボー、ムッシュルモンドを歌って、博覧会を応援していることでも知られる。さらに1970年の大阪万博で、南春が歌った、世界の国から、こんにちはが、実施、南とよかずとキャインによって、世界の国から、こんにちは2005として35年ぶりに、リニューアルされた。また、 開会式音楽監督の渡辺俊之作曲による開会式公式テーマ曲愛未来が天皇皇后の入場に合わせ佐渡豊史によるエキスポスーパーワールドオーケストラによって演奏されたこの博覧会は日本国内で開催される5回目の国際博覧会であるとしては2度目国際博覧会は国際博覧会条約という国際条約に基づいて 博覧会国際事務局に登録、または認定されたものである。2005年日本国際博覧会は、開催申請、開催年、国の決定、具体的な開催計画の承認の時期とビエ条約の改正、批准発行時期が重なったため、その位置づけが複雑なものとなった。また、21世紀最初の国際博覧会で、 新条約発行後の初の登録博であり国際博覧会は地球的課題解決の場であり自然と環境の尊重という人類にとって本来的に重要な点を反映した博覧会であることという1994年6月の美へ総会決議を受けて開催される節目の国際博覧会として国際的に注目された条約は 1988年の総会で改正が議決され、8年後の1996年7月に必要な批准国数を得て発行した1988年改正条約であり、最も大きな改正点は国際博覧会の種類を変更したことである。この新条約の発行以前の国際博覧会の区分は一般博と特別博の2つに区分されていた。 両者の最大の違いは、そのテーマがエが定めた人類の諸活動の2分野以上にわたるか1分野のみであるかという点であった。1988年の改正は、この一般博と特別博の区分が事実上曖昧なものとなってきたため、両者の区分を一本化し、登録博覧会とした上で、大規模で総合的なものと新たな定義が与えられることになった。そして、 別途新たに、認定博覧会という小規模で、特定の分野を取り上げる区分が設けられることになった。条約に定められた各博覧会の開催間隔は、旧条約の一般博は10年に1回で、特別博は特に定めはなく、実績上は1から6年ごとに1回であったが、新条約の登録博は5年に1回、認定博は登録博の間に1回の開催とされた。 旧条約最後の一般博である2000年のハノーバー・バンコク博覧会以降は、一般博に代わる国際博覧会は2005年に開催されることとなった。愛知万博はもともと規模的に旧条約の一般博に相当する21世紀初頭の総合的な博覧会を構想し、新条約の発行後に新条約の登録博で申請。 2005年の開催を目指していた。地元での誘致構想の立ち上がりが改正年の1988年であることからも推察できるように条約の改正は折り込み済みであった。当時、ビエは臨時総会による議決で2004年開催分までは旧条約による開催申請を禁じており、旧条約に基づく万博は2000年のハノーバー、 万国博覧会が最後となるはずであった。ところが、新条約の発行の遅れから、引き続き有効な旧条約に基づき2005年に特別博の開催が可能になるという空撃が発生してしまった。このような状況の中で、同じく21世紀初頭の国際博覧会開催を希望するカナダが、この旧条約の特別博の枠組みで2005年の国際博覧会を 開催申請することが確実となった。すると競合国が出ない限り条約上自動的にカナダが2005年の開催権を取得できることとなる。したがってこの時点で2000年に一般博のハノーバー万博の開催が決まっている。以上、日本が旧条約の一般博として申請するか新条約の発行後に登録博として申請しても2010年の 開催権しか取得できないことになり、21世紀最初という最大のセールスポイントを失うという可能性が出てきた。このため、カナダへの対抗状をやむを得ず、あえて新条約の発行を待たずに、2005年の開催とするため、旧条約の特別白で開催申請に踏み切った。日本の申請は1996年の4月18日。 カナダは翌月の5月28日であった。批准国数などの条件を満たし、新条約が発効したのは日本とカナダの申請から約2ヶ月後の7月19日であった。日本、カナダ両国は1997年6月12日にモナコで開催された第121回日へ、総会において、旧条約に基づき加盟国の無記名投票により2005年の 開催権を争うこととなった。最終的には52対27で日本、愛知が多数を得た。このような申請及び開催決定の経過より、愛知万博の区分は法理論的には旧条約の特別白にあたる。しかし、日本は申請にあたって新条約発行後は新条約の登録博へ移行するよう美瑛へ要請しており、 新条約が発行し具体的な開催計画の総会承認を得た以降の美への位置づけは事実上の登録白となる。愛知万博の場合、総会承認は新条約に合わせ開催をおおむね5年前に認定ではなく登録という手続きで行い、加盟国への説明及び参加調整を開始したことが記録されていることからも言える。ちなみに大阪万博は ゼネラルオブファーストカテゴリーという扱いとなっていた。2008年までビエのホームページでは、愛知万博については、インターナショナルスペシャライズドエキシビジョンとなっており、2003年から、少なくとも2006年6月までは、注釈として、カテゴリーインクルーデットインザレジスタードインターナショナル、エクスパッションス、アメンドメントイン1988とも、併記されていた。つまり、 1988年採択の新条約における登録博に含まれると明記されていた。なお、当時のホームページには他国における特別博区分にあたる博覧会についてはスペシャライズドエキシビジョンかインターナショナルエキシビジョンのいずれかであり、インターナショナルスペシャライズドエキシビジョンとなっていたのは愛知万博のみである。なお、 2005年3月24日に開催された開会式で形容された美役は前回の旧条約一般白の会場であるドイツのハノーバー氏から引き継がれた。同年9月25日の閉会式に奉納された美役は新条約登録白の次回会場である中国の上海氏に引き継がれている。上記の表記、経緯から法論理的には 上海万博と愛知万博は登録博制度を導入した1988年条約のインターナショナルレジスタードエキシビジョンにあたり、その点から言えば大阪万博や上海万博と同じカテゴリーであるとも言える。愛知万博は構想から開催決定まで10年近くの年月を要し、この間に会場予定地の選定などをめぐり、 開発型から環境保全型へと万博を取り巻く情勢が大きく変わったため最終的な開催計画のビエ総会での承認までに右与曲折があった。この間ビエからも一時期従来の開発型の万博である。との厳しい批判を受け最終的には主会場が会場地区から愛知青少年公園へと変更となった。しかし登録後はビエは この愛知万博に新しい時代の国際博覧会のモデルとして期待をした。期待や評価に転じた理由として、誘致から登録までの間に環境への配慮や国際博覧会の開催意義をめぐる下記の点が挙げられた。市民や美への意見を聞き、時代にあった強いテーマ性の確保を行った環境保全に万全を期した会場の設計と建設を行うとともに、 会場建設時から会期中、撤去に至るまで廃棄物のリデュースリユースリサイクルの努力をした誘致から回帰に至るまで山岳官民の連携、特に市民参加型の運営、展示を行った環境配慮と経済性の両立についても努力した大きな事故がなかったことびえは、その期待に応えたものとして、会期中の2005年6月に開催された総会において、 祝意と三次宣言を決議している。このような決議は1928年にビエが誕生して以来初めてのことであった。また、中日新聞はビエのロセルタレス事務局長が2006年6月にパリのビエ事務局で日本政府関係者と懇談し、この博覧会は最悪の状況で始まり、最高の結果になった。会場の森を破壊して、 会場を造成する当初計画に市民団体が抗議した。誰もが悲観的になったが市民団体に加え学識者、自治体を加えた対話が非常に誠実に行われポジティブな変化を遂げたと評価したことを報じている。大阪万博と比較すると愛知万博は形式的には旧条約による特別博であり旧条約の一般博である大阪万博とは 区分が異なるものの、自然の英知というテーマの総合性などから実質的、内容的には、旧条約の一般博に相当する、総合的な国際博覧会であると言える。開催から14年が経過した2018年5月、元、博覧会協会事務総長の中村敏夫が、上海万博の跡地にできたビへの、万博博物館の式典に出席した際、 過去の万博を示すモニュメントで、同等のハノーバー博や上海と色や高さが異なっていることに気づいた。ビエに問い合わせるなどして調べると、博覧会協会が申請当時に、当時の特別博の手数料しか払っておらず、この時点で特別博の扱いになっていたことが分かった。上記の1996年の申請の際、新条約発行後は登録博とみなされる。 よう希望すると正しが気をつけていたが、うやむやになったとみられる。その後、ビエと関係者間で調整が行われ、愛知万博の理念継承や財産管理をする地球作業文化研究所がビエに登録不白に必要な105万ユーロとの差額73万ユーロを納付。二2019年11月27日にパリで開かれたビエ総会で全会一致で、 登録博への変更が認められた。長くて会場北ゲートの壁に描かれた森像とキッコロアイ、地球博記念館オープンギャラリーの森像キッコロ像公式キャラクターとして森像とキッコロが制定されている。共に瀬戸市の会場の森に住む森の生という設定である。また会場内や NHK で放映されたアニメテレビ番組、 中部電力の CM など一部に限られるが、声も付けられている。公式の略称は、森頃。森像とッコロは、アランジアロンゾによるデザインである。なお、マスコットキャラクターは、博覧会協会の公式マスコットキャラクター、選定委員会が開催した、指名コンペティションによって決定された。コンペには、アランジアロンゾの他にも、秋元狐、江田泉、福田ミラン、 古川あずーらが参加した。2002年3月25日にキャラクターデザインが公表された。この時点では森蔵は森のおじいちゃん、キッコロは森の子供と呼ばれていた。同時にキャラクター名の一般公募を行い、同年6月29日に名前が決定し公表された。当初はキャラクターとしての知名度、人気ともに低かったが、次第に子供たちを中心に、 絶大な人気を博した。会場では着ぐるみと一緒に写真を撮る親子連れが絶えず、梅雨時にはレインコートを着た森蔵キッコロまで登場した。また、キャラクター商品の売り上げで万博の収益にも大きく貢献した。森蔵キッコロのキャラクター商品の売り上げは、閉幕までに800億円、2006年2月末まで2000億円に達し、イベント用のキャラクターとしては、 異例の売れ行きとなった。森蔵とキッコロが登場する絵本、森の声は2005年3月時点で20万部を、森蔵とキッコロは2005年7月時点で初版4万部と増刷1万部を発行した。なお、森蔵とキッコロには、森蔵とキッコロが歌う、ジュゲムでダンスの CD が付属している。ジュゲムでダンスは、歌詞が名古屋弁で会場の森に住むという設定にもかかわらず、 瀬戸弁でないことに違和感があるという声もある。閉幕と同時に会場の森へ帰って行ったが、カラーキッコロは未だに万博会場に住み着いていると言われている。また同時に瀬戸市会場の森2005番地に住む瀬戸市民として登録された。愛知県瀬戸市では希望者に対して1通200円でこの住民票を発行している。閉幕後は、 博覧会協会により、森蔵キッコロは封印するということになっていたが、愛知県内の協産企業の電気量販店で、森蔵とキッコロのぬいぐるみが、協会に無断で使用され大きく報道された。その後、静まる気配のない人気に押された形で、博覧会協会は2005年11月18日、万博のテーマを継承する目的で開催する記念のイベントに、再び、 森蔵とキッコロを登場させることを決めた。また、2006年3月には、お帰り、森蔵キッコロと歌われた新たなキャラクターグッズの販売も発表された。このように、イベントの公式キャラクターが、閉幕後も高い人気を獲得しているのは異例である。万博が終了しても人気があり、2006年の丸、8の日当日に、オアシス21に登場した。 森ロと記念撮影をしたい家族連れが最高20分から30分待ちの列を作ったり、ローカル、全国問わずテレビ番組にたびたび登場したりと万博を超えた独立キャラクターになりつつある。2006年9月の閉幕1周年、記念事業においても森蔵とキッコロを主役にしたミュージカルの公演がアクアリーナとヨハシで行われ、氷上での荒川静香との共演などが、 話題になった。2010年の上海万博では日本館にてミュージカルに登場しており、以降の国際博覧会では日本館のサポーターも務めている。なお、2007年3月31日をもって博覧会協会が完全に解散したことにより、所属が広し理念継承先の地球作業文化研究所に移っている。また、同年より、 NHK 教育テレビにて森蔵とキッコロが出演する教育番組森蔵キッコロ森へ行こうよが開始しており2015年3月28日まで放送が続けられていた2015年秋に愛地球博記念公演で開催された第32回全国都市緑化フェア花と緑の夢愛知2015では公式キャラクター緑化特別大使を務めたこの際 森像は胸に花の勲章を、キッコロは花の冠と胸には花の勲章が加えられたデザインで登場した。その他にもいくつかのキャラクターが存在した。1940年3月15日から8月31日にかけて東京都で開催される予定だったが、日中戦争の激化などを受けて開催延期となった紀元2600年記念日本版国博覧会の 前売り券は1970年に行われた大阪万博に次いでこの万博でも使用できることとなっていた。地の拠点愛知交通関係のインフラについて詳しくは愛知万博の交通を参照のこと。万博開催を記念して1万円金貨、1000円銀貨、及び500円ニッケル王道貨が発行された。500円硬貨は平成17年2月14日より、 金融機関の窓口で、両替方式、1万円金貨及び1000円銀貨は、事前に造幣局へ申し込み、前年の12月頃より抽選の当選者に、プレミアム価格で販売された、森ーときッコロに関するカテゴリー。ありがとうございます。